お世話になっております、マサルです。今回は IPS をテーマに一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず IPS とは何か概要を勉強します。その後 IPS の種類を勉強して、最後に IPS と IDS の必要性についてお話ししたいと思います。それでは始めていきましょう。 IPS はイントリュージョン・プリベンションシステムの略です。侵入防止システムのことを言います。 IPS は通信を監視して脅威となりうる通信を検知した場合に自動的に防御まで行います。前回学習した IDS は脅威となりうる通信を検知しても管理者に通知を行うだけで防御は行えませんでした。 IPS は自動で防御まで行います。自動で防御を行うことで攻撃による被害を迅速に抑える効果が期待できます。IPS も前回勉強した IDS 同様、ホスト型 IPS とネットワーク型 IPS、 2種類があります。ホスト型 IPS を利用する場合は監視対象の機器に IPS をインストールして利用します。機器に直接インストールを行うことで監視対象の機器はインストールした機器のみになりますが、監視対象が広く暗号通信も複合して監視対象にすることができます。ネットワーク型 IPS を利用する場合はインラインモードで利用します。前回勉強した IDS の場合はインラインモードの他にプロミスキャスモードも使うことができましたが、プロミスキャスモードの場合はミラーポートに接続して通信を監視していました。このような構成の場合、 IPS は不正な通信を検知したとしても通信を遮断することができません。なのでネットワーク型 IPS を利用する場合はインラインモードで利用する必要があります。ホスト型 IPS とネットワーク型 IPS の違いについてまとめると、ホスト型はインストールした1台しか監視をすることができませんが、暗号通信を含めて監視対象を広くすることができています。ネットワーク型の場合は暗号通信を監視対象に含めることはできませんが、1台の機器で複数台の通信を監視することができます。ただ利用するときにはミラーポートを使ったプロミスキャスモードでは利用することができないので注意してください。ホスト型を使うのかネットワーク型を使うのかは、何を守るための IPS なのか、セキュリティポリシーに応じて使い分ける必要があります。最後に IPS と IDS の必要性についてお話しします。過去の動画で学んだように、通常企業が利用するようなネットワークにはファイアウォールが設置されています。ファイアウォールが設置されていれば外部からの脅威を含む通信はファイアウォールによって遮断されるはずです。ファイアウォールで悪意のある通信を遮断できているとしたら、今回学んだような IDS や IPS は過剰なセキュリティ対策のように感じます。しかしそれでも IDS や IPS は必要なセキュリティ対策になっています。その理由はファイアウォールよりも内側に悪意を持った人やウイルスに感染した端末が存在する可能性があるからです。ファイアウォールよりも内側で脅威が発生する可能性があるので、 IDS や IPS によるセキュリティ対策が求められています。このようにファイアウォールの内側である内部ネットワークだからと安心せずに、内部ネットワークでも信頼してはならないというゼロトラストという考えが現在普及してきています。ゼロトラストについてはまた別の機会に詳しくお話しします。それでは今回も動画ご覧いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティはネットワークをメインで勉強していますが、セキュリティについても関心が高いメンバーもいて、セキュリティを勉強する機会も少しあります。無料お試し期間もあります。ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。前回と今回で IDS と IPS について勉強しました。 IDS と IPS って正直どっちかよくわからなくなるんですよね。このような似た単語を覚えるのは苦労します。私はこういう時片方だけ完璧に覚えることを意識しています。 IPS の P はプレベンションです。プレベンションは防止という意味を持っています。そこで P のアルファベットがついた防止をイメージします。この P の防止をイメージできれば、 P は防止する、 IPS は侵入防止システムだと覚えることができます。ということは IDS は防止をしない検知するだけのシステム、侵入検知システムだと判断することができます。皆さんそれぞれ覚え方あると思いますが、参考になれば嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。